皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが具体的に予言していたトランプ氏暗殺未遂事件の考察と、その後に起こるであろう出来事の予言をご紹介します。トランプ暗殺未遂とその後の予言。美しい魂をお持ちの皆様、本日も素晴らしい日をお過ごしかと思います。今は2024年7月13日土曜日にアリゾナのセドナからライブでお届けしています。ちょうどスピリットがエネルギーは緊迫していると告げたばかりでした。私のマイクは聞こえているでしょうか？たった今皆様もドナルド・トランプ氏の暗殺が試みられたニュースをお知りになったと思います。このことは以前予言していたお話が的中したと取るべきなのでしょうか。ですが私は今までにいくつかの異なるドナルド・トランプ氏が暗殺されるビジョンについて予言してきました。では今回の暗殺未遂はそれらの予言の一つが的中したと言えるのでしょうか。少し前のお話を思い出していただきたいのですが、7月4日に7月15日に関する衝撃の予言という題名の動画を配信しました。その時の映像を本日見返してみようと思います。この事件が起きたのはペンシルバニアであり私の故郷です。本当に本日の出来事は狂ったお話です。トランプ氏がラリーで演説している映像を流したいのですがうまく動いてくれません。どうかスピリットと共にあらんことを。この映像を見ていただくとわかりますがトランプ氏は頭の右側を手で押さえています。このことについてはこれから説明します。彼は右肩あたりを狙われたのだと思います。弾丸は右肩の近くに飛んできてこれ以上ないくらいに彼に近づきました。いろいろな人たちが今回の事件について考察しており、警察が犯人を捕まえなかったとか陰謀論だとか言われていますが実際に起きたのはとても荒々しい出来事でした。一連の銃撃があった後周囲の人たちが彼を支えて立つのを助けました。そこで彼は右側の耳を押さえていたのです。それは他のメディアの映像でも確認できますが信じられないお話です。世界はなんと狂ってしまったのでしょうか。たとえそこに立っていたのがジョー・バイデンだったとしても同じような気持ちになったと思います。本当に信じられないお話ですが彼は腕を高々と振り上げて無事であるのがわかりました。私もその画面を見て安心しました。彼は腕を振り上げて堂々と大衆にアピールしていたのです。ですが以前私に見えていたビジョンは別のものでした。その予言をおさらいしてみましょう。この後彼は何人もの護衛に囲まれながらその場を後にしますがもし半インチでも銃弾の軌道がずれていたらどうなっていたでしょうか。彼は耳に被弾したのは確かですが、もしかしたら頬をかすっていたのかもしれません。多分彼は自分の身に何が起こったのかよくわかっていなかったのだと思います。まるで蜂に刺されたかのようでした。これがどれだけ心に傷を残すか想像できますか？彼を支持していてもそうでなくてもどれだけ恐ろしい世界に私たちがいるのか気づかされたことでしょう。スピリットはもうその世界に来ていると語っています。この映像は7月4日のチャネリング予言からで、私が超越瞑想をしていたものですがこれからご説明します。昨日もチャネリング予言を配信しましたがそこでもドナルド・トランプ氏に暗殺が試みられるとお伝えしました。ですがこれらは異なるビジョンです。定例予言を思い出していただきたいのですが、今年の初め頃にも彼または誰かが壇上にいる時に銃声が聞こえ彼に護衛が飛びつくビジョンを見ました。これが今回起きた事件と関連しているのは間違いないでしょう。私はいくつかのビジョンを見ており、昨日のチャネリング予言では先ほどのビジョンに関わるお話をしていました。チャットルームにも人が集まってきましたね。私とお付き合いいただきありがとうございます。東海岸の方々には多少遅い時間だと思いますが100を超えるコメントが来ています。ではその時の予言をご覧ください。
7月15日についてのチャネリング予言。私は何かしらの催し物か大きなイベントを外側から眺めており、それは政治的な集会でトランプ氏のラリーかもしれません。そこに小さな旗をつけた車がやってくるので、シークレットサービスが大衆を避難させます。そこで誰かがその車の中から出てきて銃を乱射するのです。それからその犯人も銃撃されます。ジョー・バイデンなのかトランプ氏の陣営なのかはわかりませんが、とにかく政治的な大イベントで銃撃事件が起こるでしょう。多分これはトランプ側の大会だと思います。ですがこの攻撃は決して成功せず、トランプ氏の暗殺には至りません。この予言は7月15日の衝撃的な出来事について7月4日に配信した予言ですが、実際には7月15日より2日前にこの事件が起こりました。この予言を収録したのは6月の終わり頃です。この時予言した政治集会は皆様も今回の事件で見たまさにあの場面ですが、結構複雑な映像でしたが、予言の中で私は右側からトランプ氏を見ており、右肩を撃たれるビジョンでした。ではこれからも彼は狙われるのでしょうか。闇側は容赦ないので、今後何度でも彼を狙いに来るでしょう。私が配信した予言を見ていただければ、スピリットはパズルのピースのような断片的な予言を下ろしているのがわかります。今年の初旬には誰かが演台に立っているところで銃声が響き、地面に身をかがめるのが見えました。その時はまだ誰が狙われているのかはっきりしませんでしたが、その後の定例予言でその日が近づくにつれ、スピリットはより詳しいビジョンを見せてくれます。それらの予言の断片を組み合わせれば、とても明白なビジョンが見えてきます。それは先ほどの7月4日のチャネリング予言につながります。つい昨日の金曜日に配信した予言では、マフィアが机に座り、まるでマフィア映画のように円卓に座っていて、一枚の紙にトランプ氏の顔が描かれていて、彼を大々的に撃てと書かれています。ですが誰もサインしません。その予言は1週間も経たないうちに的中するとは思いませんが、3文字の政府機関のことを思い出してください。それは陰謀論だという人もいるでしょうが、昨日の予言でも JFK の暗殺ととても関連があり、それと似た手法を使うとお伝えしました。それを見ても誰が仕掛けたのかが推測できると思いますし、今なら誰のせいなのか察することができるでしょう。スピリットは3文字の政府機関について警告していました。実際今回の事件の裏にその組織がいてもいなくても絶大な影響力を持っています。もしこの暗殺未遂が狂った個人によってなされたとしても、 MK ウルトラのマインドコントロールは存在するのです。そのような能力をその組織は持ち合わせており、また暗黒物質や魔法陣で誰かに汚い仕事をさせることだってできます。今回の件では闇側は動揺しており、誰にこの仕事をやらせたかったのか、多分多くの人にこの仕事をやらせたいのでしょう。この事件は多くの角度から見る必要がありますが、政府が求める最低条件を考えなければなりません。明らかにこれは彼らの責務なのですが、個人的に私は彼らのことが好きではありません。常に彼らは腐敗と共にあるからです。もし私が投票するなら、共和党でも民主党でもなく別の党派でしょう。今世界で起きている現実を見てみれば、とてもまともだとは思えません。今脳裏に誰かの声が聞こえましたが、2回も失敗したのか、という声でした。つまり闇側はもう一度彼の暗殺を試みますが、それも失敗に終わるのでしょう。政治家は皆いくつもの腐敗を抱えており、良心を持つ人はごくわずかです。ですが一旦悪魔に魂を売ったらどうなるでしょうか。昨日の動画の内容を見ていただき、この出来事がどこで起こるのか、これはロナルド・レーガンを思い出させるもので、誰かがビルに向かって歩くビジョンでした。別のビジョンは政治集会での場面ですが、それがまさに今回の事件の予言だったのでしょう。
その時に私は右肩を狙われると予言しましたが、実際には右側の耳が被弾しました。まあ肩から数インチ離れていますが、しかしまたこのような出来事が起こる予感がします。これで闇側は彼を暗殺するのが難しいと判断し、毒殺もできないと思っています。トランプ氏は軍団を持っているのです。実際事件の映像を見ていただければわかるのですが、多くの軍関係者が映っていました。ですが彼らはトランプ氏を守れるほど近くにはいませんでした。多分これから彼が演説するときに防弾板を設置すると思います。もしそうしなければ驚きです。これからもまだ彼のラリーは続きますが、スピリットによればどこかの都市が気がかりだそうです。昨日の配信の後に気になるメールが来て、起きて欲しくないことを予言したということで、とても怒りに満ちた内容でした。政治に関するお話では私は時に無神経なことを言うと思います。ですがそれはスピリットが下ろしてくれた予言を忠実に伝えてしまうからです。私は超能力者としてこのような活動を30年以上やらせてもらっていますが、私がもし立場を選んでいたら誤ったメッセージを送ってしまうかもしれません。もちろん物事は変化していくので予言したそのままの出来事が起こるとは限りません。ですが起こるべき事象は起きてしまうのです。7月15日に関する予言の中でもお伝えしていますが、あらゆる大事件がその日だけに起こるわけではありません。スピリットが14日と22日に注意するよう呼びかけていましたが、13日にこの事件は起きてしまいました。またスピリットはこれから物事はとても早く展開するとも言っていました。今回の事件は最初に起きた出来事であり、これからさらに狂った展開になるでしょう。どうか身の安全を確保し、備蓄できるものは備蓄してください。今回の件を見ただけでも狂った人や狂った事件はどのようなものかお分かりいただけたと思います。どうか皆様狂気に身を委ねないでください。そしてどちらかに肩入れもしないで腰を据えてサーカスを見守りましょう。今はショーを見るのには最適なシーズンです。どうか昨日の動画のことを忘れないでください。その予言の中でスピリットはいくつかの特定の日付を挙げていました。8月4日や7月25日に世界を揺るがすような出来事が起こるかもしれませんが、それはアメリカ以外で起こると思います。コメントの中に銀行制度について触れていた方がいましたが、その方が感知したのはキャッシュカードを持って行っても ATM から何も出てこない予感だそうです。私もそのようなことが起こると思います。どうか断片的な情報を再構築してみてください。それらの出来事が世界で起きているのです。火曜日の定例予言ではこの件についてもっと掘り下げた内容をお話ししようと思います。以前配信したチャネリング予言でも細かいことについてお伝えしており、実際予言通りのことが起きましたのでまた見ていただければと思います。正確な予言と信託をお知りになりたければぜひともこのチャンネルをご覧ください。皆様からのコメントはとても励みになります。これから予言を編集したものもお見せできると思います。これからトランプ氏にもさらなる試練が襲いかかるでしょう。未だにマフィアが彼を狙うのを諦めない予感がしています。そうやって儲けようとするのです。彼らは本当に容赦ありません。彼のことを支持するかどうかに関わりなく、彼自身とその家族は本当に怖い思いをしたでしょう。どうかこのような惨劇が起きないことを祈るばかりです。こんな事件を体験したら多くの人がもう演台に立つのを諦めるでしょう。私がその立場でしたらもう選挙から撤退すると言ってしまうと思います。ですがそれこそが闇側の目的なのです。今は気象予言に取り組んでいますので近いうちに配信しようと思います。気象についてのチャネリングやマップスクライングなどを駆使しています。嵐の季節に入ろうとしていますのでぜひともご覧ください。また近いうちにお会いしましょう。どうか皆様自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。
石が転げ回るような時代ですが、日の光が皆様を照らしていただけるよう祈ります。ナマステ、大いなる愛とともに。いかがでしょうか。今回の犯人はブラックロックの CM に出ていた人物だそうです。耳に被弾したようですが、私には腕利きのスナイパーが狙った場所に命中させたように感じました。チャネリング予言は少々お待ちください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。